名門トレセン学園には天才ばかりが集まってきます。圧倒的なセンスを持って生まれた馬娘、何よりも走ることを求めている馬娘、どこまでもどこまでも高みへ登り続ける馬娘。私ここで何になれるのかな。そんなある日、運命の日。まるで好き、また話す、また話す、魂よこしんと話していきます。やはり強い。いくわよ。駆け抜け、世界が輝き始めました。お疲れ様です。フォームはバッチリでした。ただラスト 400m は目標よりもペースが落ちてしまっていましたね。ですよね。やっぱり急に目標ペースを上げすぎたかな。もう少し心肺機能が向上してからの方がいいですね。よし、明日は一回ペース戻して徐々に慣らすようにしてみます。ええ、それがいいかと思います。それにしてもこれは私の主観ですが、ここ最近ずいぶん成長されましたね。ありがとうございます。実はですね、おっしゃる通り最近ぐっと伸びたというか、この調子でちょっとずつ頑張っていったら、いつかマルゼンさんとも勝負できるかな、なんてすみません。いいえ、素晴らしい夢だと思いますよ。とそろそろ朝食の時間ですね。千代直さんは？今日のメニューもう少しあるので、終わったらすぐ行きます。ありがとうございました、アルダンさん。いえいえ、それではお先に。よし、残りのメニューはと、トレーナーさん、あの子はね、桜千代の王って子なんですよ。今日はお友達と二人ですけど、普段は一人で頑張っててね、半路ダッシュを何本もみたいな派手なのはしないんですが、でも毎朝休まずコツコツ走って、ああやって分析したりしてね、試行錯誤しながら少しずつ速くなって成長しているんです。まあつまり、よかったらスカウトをご検討してみてください。本当だ、そうですね、毎朝見てるからかな。あー、今日もあの子が頑張ってるって元気が出るんですよね。天気がいいと気持ちいいな。朝日は馬娘の最も身近な成長剤である。我ながらいい言葉。私の血をノート、すみません、ありがとうございます。私の人生の軌跡をギュギュッと詰めたみたいなものなので、千代の音と呼んでまして、学んだこととか知ったこととか、あとは思いついた格言とかを書くようにしてるんです。いえいえ、私それほど大したことはできない馬娘なので、せめてできることはしておきたいって思ってるだけなんです。
だから、まずは一歩ずつあなたに近づきたくて。私なんかまだまだふさわしくないのは分かってます。でも、でも私にチャンスをください。私と並走してください、マルゼンさん。もっとマルゼンさんの走りのどこがどう好きなのか伝えた方がいいかな。いや、でも困らせちゃうかもしれ。